ケンタッキー州会議事堂ケンタッキー州会議事堂はアメリカ合衆国ケンタッキー州の州都フランクフォートに立地する同州議会の議事堂。ケンタッキー州政府の立法、行政、司法の3県すべての中枢となっている。現在立っている庁舎は1910年に開館したもので1792年にケンタッキー州が創設されてから4代目にあたる。 この庁舎は1973年に国家歴史登録罪に登録された。旧ケンタッキー州会議事堂バージニア州から分割される形で、ケンタッキー州が創設された1792年から1830年まで、二つの庁舎が州会議事堂としての役割を果たしてきたが、そのいずれも全焼した。1830年に建てられた今日では、 九州会議児童と呼ばれる三代目の庁舎は1910年まで使用された。大接戦となった1899年の州知事選の後、選出された民主党のウィリアム・ゴーベルは、1900年1月30日、就任式のために、議事堂に向かう途中で暗殺者に狙撃され、致命傷を負い、その4日後、2年3日に死去した。やがてこの三代目の庁舎も、 手狭になり、新しい庁舎に建て替えられることになった。この三代目の庁舎は、その後1971年に国家歴史登録財に登録され、また、現在では、ケンタッキー歴史協会が運営する博物館になっている。1904年、ケンタッキー州議会は、フランクフォートを州都と定め、新しい州会議事堂の建設費用として100万ドルの予算を承認した。 このボザール様式の庁舎はフランク・ミルズ・リュースが設計したもので、ところどころにフランス風の内装設計が組み込まれていた。例えば、この庁舎の階段はパリのオペラ座のもののレプリカであった。この庁舎は翌1905年8月14日に着工し、その4年後、1909年に完成、総工費は118万434ドル80セントであった。 完成の翌年、1910年6月2日、この庁舎は開館した。ケンタッキー州会議児童の主要部分は3階建てである。1階には、州知事室、州副知事室、州務長官室、及び州司法長官室が置かれている。また、ロタンダにはその中央に立つエイブラハムリンカーンを、はじめ、著名なケンタッキー州出身者の像が立ち並んでいる。 また、州史上顕著な功績のあった女性たちを称える、ケンタッキー女性伝道も置かれている。2階は、州最高裁判所をはじめ、主に司法機関で占められており、州法図書館などもその近くにある。3階には、ケンタッキー州議会の上下両院の本会議場、及び上下両院議長などいくつかの立法機関上一職の事務所が置かれている。議事堂には、 部分的にではあるが4階もあり、上下両院法会議場の傍聴席、及び、州立法府委員会のスタッフの事務所が置かれている。また、地下1階には、事務官や保守作業員の事務所が置かれているほか、小規模な土産物屋や昼食カウンターがある。また、地下1階からは、衆議会の委員会室や議員室、カフェテリアが置かれている別館に通ずるトンネルもある。議事堂は、 通常の営業時間帯には公開されており、地元住民はしばしば、モールウォーキングの間隔で、大理石像の廊下で運動している。現在、正規の州の認証書を持たない者は、議事堂に立ち入る際に、金属探知機を通らなければならない。議事堂とその敷地の安全は、ケンタッキー州警察の施設安全支局、及び特別に配備された州兵によって守られている。ありがとうございます。